今日一日で死ぬんやと思って生きることにしています。エンジュさん、こんにちは。私は自分に自信がなくて、いつも周りの目や人の目を気にしてしまい、遠慮ばかりして、結局無難なことしかできません。こんな人生が虚しくなってしまいます。どうしたら自信を持って自分の生き方ができるのでしょうか。白熊さん。はい。そうですね。この感覚、よくね、僕わかりますよね。自分もね、そういうとこありますよね。でね、自分の場合はいろいろそれを乗り越えようとしたり、頑張ったり無理したりしながら、今ねちょうどいいのがあるんですよ。これまあ僕の感覚なんですけども、僕の場合は朝起きて、あ、今日一日で死ぬんやと思って生きることにしています。一日、まあ夕方ぐらいにも死ぬというね、そんなイメージというか、そんな風に思って生きるようにしたらですね、これ自分にはとても生きやすくなったというか、そんなところがあります。まあ人に非難されたくないとか、馬鹿にされたくないとか、まあそんな風に思うのは、自分がこうずっと生きていくということを前提にしてる。と思うんですよ。だからもし今晩死んでしまうならば、そんなこと気にならなくなるということなんですね。だって何言われようが、どう思われようが、今晩自分はね死ぬんですからね。これね、今晩死ぬというこれ仮定の話のように思うんですけども、これね本当のことなんですよね。今晩死んでもおかしくないというか、誰にもわからないわけですよ。逆に明日があるという方が、言うのとまあ同じぐらい不確実なねことなんですよね。だから今晩死ぬということも全然おかしなことではないんですよね。だから大体ね、私たちはこう過去の経験から自己イメージっていうのをこう作っていってるわけですよね。失敗したら自分はあれが苦手だとかですね、なんかうまくいかないことが続いたら自分はダメな人間だとかですね、まあ、そんな風に過去の出来事から今の自分をね規定してるというか、まあ、多かれ少なかれそうなんですよね。過去によって自分が規定されている、あるいは未来ですね、これから先のことに関してもまあわからないですよね、未来は。でもそれがまた不安であるとか、未知のものっていうのをね恐れてしまって変化することをやめてしまうというかね、現状維持というか、だから変われないっていうね、過去に規定されて未来に恐れて変われないというね、そんなようなところありますよね。またね、周りの状況とか人の顔色とかを見ながら、まあ自分の行動や言葉を選ばないと、まあ社会生活ってそうなんですけども、あまりにそれが人の目ばっかり気にしてると、それにまた自分が規定されていってしまいますよね。だから過去にも未来にも、そして環境や周りにも規定されてがんじがらめになっていると、まあいうことだと思うんですよね。なのでまあ今ここ私ってねよく言いますよね。今ここ私。だからこう瞑想とかね、最近ではマインドフルネスとかね言って流行ってますけども、まあ、瞑想とかすごくいいんですよ。今ここ私を見ていくね、感じていくものなんですけど、これね結構難しいといえば難しいですよね。なので朝起きて今日一日で死ぬんだと、この意識の方がまだね、まあ、人によってはですけど、取り組みやすいかなというふうに思うんですね。
まあ私も若い頃はその死ぬっていうかね、その死を取り詰めてとかね、死を思えみたいな、まあそんな言葉世に溢れてますし、まあもちろんね仏道であったり、まあ心理学の世界でもねそういうテーマがあったりして、まあ勉強をしたり学んだりして知ってるんですけど、そんな風になかなか思えないというか、実感がなかったですね。それが自分が40になった時に、そのジェットコースターでいうと今までこう上り調子というかね、どん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 成長したり、いろんな知識を得たり経験を得たりして、こう上っていくイメージがあったんですね。だからこう生きていくということにすごく前向きなっていうか、ワクワクして楽しいっていうかね、大方そんなイメージだったんですが、その40ってなった時に なんかふとね、もしか80歳まで寿命があったとしてももう半分かと、その時なんかジェットコースターがちょうど頂上に達して今度は下っていくイメージが鮮明にこう見えたというか、感じてしまったんですね。でその時からすごくリアルに、リアルなこととして自分はこのずっと右肩上がりで生き続けられる存在ではないんだということが、まあ、身に染みてというか、それでこうコントロール失うぐらいのね、あの今までの生き方がもう通用しないなみたいな風になった時期がありましたね。まあそういうことって急にね訪れるとこう本当に適応できないというかね、自分がもう自分じゃなくなっていくみたいな、そんな感覚の中でまあ鬱になったりもしたのもありましたし、でまあ今さっきから言ったように、今自分にとっていいのはその今日一日生きてみようっていうかね、あの鬱になったりね、あのしんどくなると、その生きるっていうのがもうとても難しくなるんですね。その生きるという何でもないことがね、だから死にたいみたいなこう感覚の方が大きくなっていったりするんですけども、まあまあでも死ぬんだから今日一日だけ生きてみようっていうかね、あのでもその生きてみようっていうとまたこのプレッシャーというかね、なんか生きなければならないみたいなことがしんどいみたいな感覚も分かる方は分かると思うんですけど、その時に今日一日で終わるんだってね、逆に生きたくてももう生きれないよっていう設定をしてみるんですね。そうすると例えば朝起きてまあお茶を飲むとかですね、そのお茶が、この朝のお茶がこの人生で最後のお茶なんだなっていうふうにこう感じてくるんですね。だから何をやってもそう感じてくるんですよ。例えば誰かから嫌なこと言われたと思っても、なんだろう、明日もある明後日もあるみたいなふうに思ってる感覚とは全然違う受け止め方というかになるんですよね。あとまあ何をするにしても別に今日で終わりだから頑張らないといけないってことじゃなくて、なんかこう慎重にというかね、丁寧に大事にこう、例えばこうお昼ご飯を何にしようかなっていうのもね、なんか今日が最後だからすごくごちそうを食べようとかそういうことじゃなくて、今自分が何が必要なんだろうかと、そんな風なこう自分の内側の感覚を聞いていくようなね、そんな感じになるんですよね。だからあんまりお腹も空いてないし、お粥でいいかなとかね、お粥が一番今食べたいなとか、そんな風な自分にこう気づけるんですよね。だから今日で終わるんだから、なんか派手なことをしようとか、なんかそういう感覚にはならないな、私の場合なんですけどね。思うので、そうすると自分が今何を求めているのか、何を感じているのか、何が言いたいのかとかね、そういう、いつもならこう言おうとして飲んだ言葉も、今日は今日で終わるんだから何とかして伝えたいと思ったらですよ、無理に言うことないんですけど、その言い方もちょっと考えてみて伝えてみるっていうこともね、あのできるようになったりするんですよね。
まああと見る景色ね、木々や花ね、めちゃくちゃ美しく見えたりですね。なんかやっぱり一つ一つ愛おしくなってきて、そして夕方が近づいてくると本当に感謝というかね、なんか名残惜しいというより、うん、ありがとうっていうかね、そんな感覚も湧いてきたりもしますね。うん、まあそれが毎日ねできれば本当にいいんでしょうけど、そのこれはちょっと調子の悪い時とかねにすればいいっていうか、なかなか毎日できないんですよねこれ。うん、毎日やると慣れてくるんでね、特殊な設定が慣れになってしまうと機能しなくなるのかなと思うんですが、まあそれでもでもそれをこう取り詰めて取り詰めて10分だけとかね、5分だけとか今というふうにこうしていくと、結局瞑想のようなね、同じような、ことになるんだろうなというふうに思うんですけども、今日もねそんなふうにまあ一日過ごしてたんですけど、そうするとね過去の自分に規定されたり、こう未来を恐れて、変化を恐れて変わらないっていうかねしたり、あるいは人の目や環境に合わせてなんか自分を縛りつけるような、そんなこともなくですね、うん、なくというかそのちゃんと自分を丁寧に感じれるっていうんですかね。なのでその自分の思いに誠実にというか、うん、1ミリでも自分に嘘をつきたくないというか、まあ、そういう感覚ですかね。なんかそういう感覚が基準になっていくというか、そういうところがまああるのかなというふうに思いました。これはよくずっとやってたエンカウンターグループというものがあるんですね。まあ、10人ぐらいの人が輪になって座って、非構成って言ってね、何を話すとかテーマもなく正解もなくですね、で話してもいいし話さなくてもいいみたいな、ただ自分に誠実にね、いるという、まさにそういう状況を、まあ、セッティングをしてですねやるようなワークをよくやってたんですけど、これあんまり日本ではね今やってるとこないんですね。非公正なんでね、目的がないので企業とかねそういうとこでは使いにくいということらしいんですけど、まあそりゃそうだなと。これ本当に仏教とかそっちの方のアプローチにすごく近いので、うん、これこういう活動の、最近コロナでも人とねこう密に会えないんですけども、またやっていこうと思うんで、まあ私のお寺にカウンセリングに訪ねて来られる方は一対一でそういう時間をね作ったりして、お互いが1ミリもブレずに自分を感じながら今ここ私という存在になりきるという、徹するというかね、そういうこう環境というかものがあればいいんですけど、なかなか日常の中で流されていると見失っていくというかね、流されていくんでしょうけども、なのでそういうカウンセリングに来られたり、またコロナがね少し落ち着いたらまたそういう非公正エンカウンターグループというのをまた再開したいと思いますし、あるいはね今日お話した朝起きて今日で死んでいくんだという、まあ、一種のワークと言ってもいいですけど、そんなにね深刻にね考えることではないので、あんまりやるとかえってねノイローゼになると思うんですが、まあ、そういう設定という考えるのがいいと思いますね。まあ、そんな中で本当に死というものが問題になったり、あるいは五章ですね、死んだ後どうなるんだろうとか、そういうことがリアルな問いとして起こってきた方は迷いなく仏教の門を叩いて行くべきであるし、それを仏教はそれに応える、ものを持っているというふうなことも経験的に思います。まあこういうね今日死んでいくんだっていうことができるのは、実はもう死んで
行ける世界をもう持っているというか、与えられているからかもしれませんけどね。そうじゃない方、ひょっとしたら怖い取り組みになるかもしれませんが、まあ私の場合ですけどね、こんな風に、して生きることが、まあ、とても、生きやすくなりましたね。何かにならなければならないとか、何かを演じなければならないとか、なんかそういうのはやっぱりしんどいですよね。まあそんなことで、自分の内側から外側から規定された自分の振る舞いとか生き方ではなくて、自分の内側から感じる呼吸というかですね、そういうあり方にこうできるだけバランスをとっていけるような、そんな風なまあ工夫っていうかね、をしていくことがいいのかなと。今日のね、白熊さんは僕も似たようなねところがあったので、白熊さんの問いに触発されて、自分のことをね今日はこんな風に語って感じる時間をいただけたことに感謝します。